ただいまーなんて誰もいないんだけどね。ん？手紙？なんでこんなところに？誰からだろう？え？団長？うわー、久しぶりー。なになに？ジャックさん、お元気ですか？ご無沙汰しております。ガンツです。あれから私はいろいろあってボイドで働くことになりました。お仲間のリンカさん、フラウさんのおかげで今ではどうにかこうにか。お仕事をこなせるようになりました。もっとも、たまには失敗もありますが、騎士だった頃とは全く違う生活ですが、充実した日々を送っています。そして騎士だった頃の自分を振り返る余裕も出てきました。ジャックさん、あなたと一緒にいる間、私はいつもビクビクしていました。いつ父たちの話をされるのかと。ご存知の通り、私の父は16年前、あなたの父上を殺したとされ、失踪しました。私はそんな父を憎んでいました。そのような悪評を残し、母と幼かった私を置いて、一人姿を消した父を。ですが、今はなんとなくその時の父の気持ちが理解できるような気がします。ジャックさん、人間って不思議ですね。限られた命しか持たないのに、その限られた命の中で他人を愛することができるのですから。いえ、もしかすると限られた命しか持たないからこそ、その命の限り精一杯愛することができるのかもしれません。そして私の父もまたそんな人間の心を持っていたと。私は父に愛されていたと信じられるようになったのです。私はこれから旅に出ます。どこか遠い旅に出ます。ジャックさんの戦いぶりを見ることはできませんが、あなたの前に父上の仇が現れた時、どうか強く戦い抜いてほしいと願います。たとえそれがガウェインという男であったとしても、友人としてあなたが見事に父上の仇を討たれることをお祈りしています。
それではまたいつか。あなたの抱擁、ガンツロウとシルト。強いな、団長。夏目殿、我々はいつまでここで見張っていればいいのでしょう。レナード、何度同じことを聞けば気が済むのですか。はあ、かれこれ24回目かと。分かっているならおやめなさい。我々はリドリー様を取り戻すまで決してここを離れないのです。取り戻すも何も、リドリー様が出てこないことには。それにここからじゃ手出しできないじゃないですか。じっと待つのです。もういっそのことを砦に切り込みましょうよね。俺はもういい加減待ちくたびれてやってられます。あリドリー様、夏目でございます。お父上の命により、リドリー様をお迎えに参上いたしました。我らと共に城にお戻りを。リドリー様？リドリー様？リドリー様！貴様ら、リドリー様に何をした！たく、人間と来たら。失せろ！私たちにはお前たちに構ってる暇などないのだ。うるさい！リドリー様を返せ！ここは私に任せてもらおう。先に行け。頼む、ガウェイン。ガウェインだって？あなたはカリーオ。そうだな、そういう呼び名もあった。なんてこった。リドリーを連れて行きたかったら私を倒すことだな。黙れ裏切り者。騎士の面汚し、私の剣のサビにしてくれる。レナード、続きなさい。おう。安心しろ、大した怪我ではない。まあしばらくは動けんだろうが。リドリー。
よう。手強い。だけど、まだまだだ。強いな、ジャック。そしてその力に、増長を繰り返させるのか。エルフの長老、ザイン。大将のお出ましか。そなたには聞こえぬか。大地の嘆き、大地の憤り、大地の悲しみ、大地の秩序を乱し、アルガンダースを蔓延させたのは、人間の仕業。ついには監視者までもその刃にかけ、どこまで愚行を重ねれば気が済むのやら。私は心から恐怖する。人間の存在を。ザイン、まさか。そうと、これがアルガンダース。我らエルフに完全な死をもたらす気配。人間の撒き散らす恐怖の一つ。しき人間めが核の恐ろしき汚れを、この私しばき今この恐怖、我が手で殲滅する。よっしゃ、せい。
よっしゃ。よっしゃ。